ものにする時が来たわ死に際にキラを任せたと言われてからキラと一緒に通えるまではってでもでも今日からはキラのことを私の本能が赴くままに キラ遅いわよ運動不足ほんと、体力あるよな <laughs> だってキラッとはあの時からずーっと毎日運動してるからね <laughs> <っ> <laughs> 大丈夫か

恋人が目の前で他の女を抱きしめ襲おうかという暴挙に心が傷ついています何でそんな解釈になるそりゃ抱きとめた体制にはなったが女っていうより妹っぽい感じだし、えー、ふざけないであんなクソビッチが妹とかありえないから一度ならず二度までもお姉ちゃんをどん底に落とすなんて言い,いがかりだお姉ちゃんの怒りを鎮めるには膝枕をするくらいしかないわね <laughs> 俺が <laughs> <laughs> それじゃあキラ、後でね今日は体育の授業かそういえばキラと体操服でしたことなかったのなに疲れてんの今朝も超絶美人の姉ちゃんと一緒に登校しといてお前そればっかなそりゃあんな姉ちゃんに甘やかされるとか男の夢ちゃん ようキラお姉ちゃんのお願い聞いてまたどうしたんだ姉貴ブラのホックがハマらなくてお姉ちゃん困ってるの見てくれないあはあそんなこと友達にでも頼めばいいだろな何それキラはお姉ちゃんのブラが他人に触れられてもいいっていうの女同士だろその子がレズとかユリだったらお姉ちゃんそっちに染まってもいいっての なぜそうなるお姉ちゃんの完璧で清らかな体は家族にしかさらさないのそれが低粛な乙女よ低粛って、うん、さあキラお姉ちゃんのブラジャーを直しなさい弟の仕事よそうは言ってもここでできるかよあら簡単よね周りに見えないでしょお姉ちゃん天才 キラっててば何考えてるのかしら、ね、じゃあさっさと背中向けてくれよ <laughs> キラただいまうここれはお姉ちゃんがいないのをいいことに新婚1年目でこんな絵に描いたようなゲス不倫なんて。 おアネキ大丈夫か <laughs> ただいまおかえりキラちょっと待っててね <laughs> 悪いなアネキばかりに何言ってるのお姉ちゃんの役目だし気にしないのそれに キラとの新婚生活は楽しいしねまあ兄弟で結婚できないけどなそんな昨日俺のチンポすごいだろうって散々メン出しまくったあれは何なんだったのあそれとも何浮気 <laughs> <laughs> あ濡あれちゃったあとやっとくから風呂入ってこいよ そんなに見つめられたら恥ずかしいそんな格好で堂々と入ったくせにキラーお姉ちゃんの体洗ってはぁ、あ、さっさと入ってこいよ <laughs> キラーはいいらっしゃいませあっああ <laughs> 学校帰りに寄り道なんて行けないんだからねキラーサラサ先輩ここでバイトしてんだ友達のヘルプなのよあなたには関係ないけどね <laughs> 遅くなるってのはこういうことかサラサ先輩メニューないですよ <laughs> あら今用意しますからね <laughs> ここってスイーツが美味しいって有名でだから先輩とデートの時にって、うん、そそうかそろそろ帰ろうかええー、まだ注文してないです明らかにデートよね私に隠れて <laughs> 家庭崩壊の序章だわキーラどこのビッチを連れ込んでるわけああお帰りちょっと後輩にトイレ貸してただけだよ ギサラさん先輩こんにちはあらあなたへえトイレねもう用済みねさお帰りはあちらよあキラ先輩とお話ししてから帰りますお構いなくうう <laughs> キラがあのピッチに溺れるとは思わないけどでもあっそうして次の大会までには間に合うようにしてるんだ ちょっとトイレ<ん>別に何とも思わないかあらもう縮んじゃった姉貴ここ男子今清掃中だから <laughs> じゃあなしっかりしろよ いラー昨日のことは怒ってないわよちょっと寄っただけなんて下手な言い訳ラブホから出てきて「処女です」なんて言ってるようなもんだわ軽く遊ぶ程度なら気にしないしいくらでもそんなの許すけどでもねそれは何かしら試験の結果ですそうね先輩 僕で興奮してくれて嬉しかったよだからかすり俺はそのこうしてお前とやるのはやっぱり先輩もだよねあ,ああかすりも俺とするのはこれっきりにうん今度は僕の部屋でしよう誰か来るとまずいし2人だけでしたいしいいやそういうことじゃ <laughs> それじゃあ先輩今日はありがとう明日またエッチしようままずい <laughs> キキイラー